フューチャータイムスそうなんです。そもそもさあれって考えたのはいつなの？出そうって考えたのは、はい、でも震災が起きてから二ヶ月ぐらいの間ですね。五月ぐらいまでの間だと思います。あ震災を受けてからなんだね。そうです。はい。それで夏にで出てたんだね。そうなでうでもなんかその前に自分のレーベルのサイトでうん、うん、あの同世代の面白い人に会ってインタビューを 自分でして、うん、なんか記事をまとめていいこうみたいなな、うん、なんとなくあったななんとなく原型は始まっていて <laughs> そうなんですよそれでまああとは当時読んでた本とかうん、うん、そういうものからも全部つながってくるっていうかうん、うん、その直前にこう「銀遊詩人の、まあ、西洋の音楽誌」の本とかをいっぱい読んでたりとかして、うん、そしたらなんかミュージシャンは当時荘園とかいろんな国々を渡り歩いてうん、うん、新聞 てか、まあ、ニュースペーパーの役割を持っていたんだ。みああ、なるほどねそう。あとは柳田国男とか、そういう民族種の本もいっぱい読んでいて、ああいう、なんか、あの、こう、口実っていうんですかね。うんうん、口で残していく、交渉の文学の大、大、大切さというか。市民の言葉って、そうでもしなきゃ残っていかないみたいな。うんうん、だから、市民の側に立って、書き残すっていうのは。やらなきゃいけないなみたいな。うそれが、なんか、こう、まとまっていくっていうか。う,う,うん。うん 面白かいつもねすいませんなんかあの構成とか赤入れちゃってやかった、ね、い全然、はい、お,お任せで<う>すごいでもそうなんですプラカードのやつとかすごいいいなと思っていてチャーベさんがあの撮,って撮っていただく写真もいいしプラカードもいいし言葉のセレクトとかその,その言葉を選ぶタイミングとかああいうのってなんかどうやって。 やっってててるのかなと思っていチてャーさんって音楽も詳しいしでもあの本も読むしうん、うん、でギャラリーもやってるしもちろんこうまあそのギャラリーの立地も原宿でこうファッションとのつながりもあるしうん、うん、なんかそういうのってどうやってやっっててるんですかすごい僕はね <laughs> チャーさんヒ,ヒップに映ってるんですよすごいヒップだなと思って。<laughs> あんまね自分はさ そうう思ってないといとかでで、ね、素でややっっててるる感じ素です、ね、うんあでなもそこもいいかっこいいと思うんですよねんだろうこうガツガツしてる感じじゃなくいろいろこうんだろう根を,根を張ってる感じがしてそうねプラカードとかは特に政治的なものってあんまり思ってなくてかわいいものみたいなんかねそれはねシスタコリータっていう。 あの60年代のアマさんがいてアメリカにその人グラフィックデザイナーなんだけどなんか教会の前でこうみんなにプラカード持たせてやってる映像があってそれがすっごい可愛くて60年代の女の人たちでなんかそういうのがこう視覚的にあるかもしれんそうでで、ね、ですすよよねねいいもなんんか僕もなんか 写真展とか行くんですけど前あのジョセフクーデルカっていうプラハの写真を撮った人の写真って見に行った時にうん、うん、そソ連軍がこうプラハにチェコのプラハに押し寄せてきた時に、うん、その住民たちがあの自分の家のドアとか壁にうん,、うん、なんかあ,のああいうプラカードじゃないけど、うん、ちょっとしたセンテンスとスローガンを貼るんですけどうん、うん、それになんかね通じるでもなんかポップで、うん、ちょっと。 おしゃれっていうかね、スタイリッシュで。うん、そうね、ああ、ね、ないのいいですよね。パリのさ、五月角のスローガンとかも、可愛かったりするじゃない。うんうん、そうなんですよね、だから、僕なんか、うん、ああいうのがね、僕の新聞の。いつも裏面を飾ってくれるのが嬉しくて。なん、なんか頑張って考えてます、ね。ありがとうございます、ね。<laughs> なんか、みんなこう、身構えちゃうところを、なんかふっとね。うん、あの、緩ませてくれる感じがして。そうね、まあまあ。編集長であり。はい。 アジアンカンフージェネレーションでありす。そうですね。はい。こっちくん、またね、はい、ソロのバンドもやってる。はい、僕この間聞きました、ソロある。ありがとうございます。嬉しいです。ね、メンバーいいっすね、あれね。メンバーいいですね。なんかさ。はい、僕バンドやってるじゃない。はい,は,いはい、はい。いくつかやってきたんだけど、はい、ソロってさ。基本的には一人で作る。ものが多いんだけど。はいはい ソロでもバンドにしちゃったねそうですね <laughs> <laughs> 俺その切り替えどういう感じなのかなと思ってあそうなんですまあ、曲自体はね自分である程度まで作ってくるんですけどうん、うん、なんで何なんでしょうねもともと人との関わりの中で何かを作るのがやっぱり一番楽しいしうん、うん、一番広がっていくような気がしていて、うんうん あんまり自己評価が高くないんですよ。<laughs> なんか、あの、あの箱庭型のミュージシャンって、うん、あの、多分。俺って最高と思ってると思うんですよね。うん、なんかね、はい、ソロ作る時はそう思ってやるかも。そうですよ、ね。うん、僕は、なんかも、まあ、だくに、卑屈なのか、自分の考えたものが。うん、その、世の中をガラッと変えたりする可能性って、すごい低い気がしていて。そうな、ね、なのですか。そうなんですか。いや,い,やいや、いや、いや。 そう思ってるだけでえそうなんですか,だから僕自分の作ったものが例えばジョン・レノンみたいなことより面白いわけがないと思ってるんで <laughs> そういう謙虚な、えー、そうなると多分もし自分が作ったものが飛び抜けて何かそのすごい魅力を持つには誰か他の人間の力がいるんじゃないかって常々思っていてそこの価格変化にかけるしかないというか。うん、こうみんなのの魅力の上で 自分が何をできるかってことにずっと興味があるというかやればやるほどそっちに興味が湧いてくるっていうか。うんうん